はいどうも、こうじゅんです。今回はですね、オープニング、さっき流れた音楽をどうやって弾いてんのって質問をしてくれた方がたくさんいたんで、どうやって弾いてんだよっていうのを教えて、皆さんにもよかったら弾いてもらいたいなと思って、今日この動画撮ってます。で、精神と時の部屋に入ってたんで、ちょっと急にひげ生えてるんですけど、気にしないでください。あと寝起きで声低くてすいません。じゃあ早速教えていきます。で、できるだけ短く教えたいんで、ワンフレーズにつき1回しか弾かないんで、わからない人は何回も巻き戻してみてください。で、その教える時に高順語っていうのがたくさん出てくるんですけど、興味ない人は無視していいんです。じゃあお願いします。じゃあ最初のフレーズは、これがタラリラツッタータラリラツッターっていうリズムなんですね。タラリラツッターで、これどうやって押さえてるかまず教えます。これ B マイナーのちょっと、かっこいいバージョンの押さえ方なんですけど、そこを指開かんけどっていう人もいるかもしれないんですけど、まず人差し指、左手の人差し指で5弦の2フレットを置く。で、次中指で4弦の4フレット、小指で3弦の6フレットと、あとは2弦の開放、これを連続で弾くとっていう音になります。で、これは僕は右手のピックと中指だけで弾いています。ちょっとやってみますね。こうピック中指、ピック中指、5弦をピックで弾いて、4弦を中指で、次3弦をピックで弾いて2弦を中指。ちょっと変わった弾き方なんですけど、こうするとなんか音の立ち方が普段と違うんで、いい感じになります。まずこれをタラリラ、タラリラで、次やったらタラリラツッ、この右手を猫の手っていうか、まあこう丸くしてこう弦に叩きつけます。するとチャッてなるんで、タラリラツッタラリラツッで、タラリラツまでやったら、次この左手を移動して A アドナインスを押さえます。これですね。中指で4弦の2フレット、薬指で3弦の2フレット、あとはまあ開放弦で、右手はピック、ピックで5弦の0弾いて、中指で4弦の2で、薬指で3弦弾いて、で小指出てきます。小指で、2弦の開放を弾きます。こう全部同時に、4本同時にこうですね。タラリラツッターですね。タラリラツッター、はい、 OK ですか。次に進みます。で、次のフレーズがントリルテルとか、ントリルテルとか、ントリルテルとか、ントリルテルとかっていうフレーズなんですけど、これは左手の中指と人差し指、まあ中指で2弦の3フレットを押さえて、で2弦の2フレットにプリング、人差し指で2弦の2フレットを押さえておいて、3から2にプリングで、その2も2弦の開放にプリング、2弦の320を全部プリングでやるってことですね。で、右手は中指でやってます。こうこうやってで、これで、で最初んとりるてるとかのんっていうのはお休みです。んとりる、んとりる、 OK ですね。んとりるてるとか、次のてるとかっていうのは、左手で、左手の人差し指で3弦の2フレットから0にこうプリング弾いて離す。で、右手はまだ中指、もう中指ばっかり出てきます。僕連続でやったらんとりるてる、んとりるてる、で次はんとりるてるとか、薬指、左手の薬指で4弦の4フレットをピックで弾く、で3弦の開放を中指で弾く、こういう不協和音みたいな隣り合わせの音が、いい感じになるんですよ。これんとりるてるとか、んとりるてるとか、はい、ここまで OK ですね。で、次はドースカツッターです。ドースカツッター、ドースカツッ
たーで、これは、左手の人差し指を6弦の3フレットに置いて、で、5弦は鳴らさないように人差し指でミュートして、で、薬指で4弦の4フレット。で、3弦は開放で、で、左手の中指で2弦の3フレット。こうですね。6弦、4弦、3弦、2弦を使います。で、どうすか、どうすかっていうのは、右手のピックで6弦、どうで、すっていうのは4弦、どうす、どうす。両方ともピックで弾きます。どうす。で、次、どうすか、どうすかのかっていうのは、この中指と薬指、これダブルって呼びますね。ダブルで3弦と2弦を弾きます。どうすか、どうすか。OK ですか。どうすか、どうすか。で、どうすかつったーってなるんですけど、どうすかつっていうのはさっきと同じように、こう手で叩く。どうすかつ。で、次、コード移動します。左手を、F シャープマイナー7を押さえてほしいんですけど、薬指で、4弦、3弦、2弦の2フレットを制覇します。で、中指で6弦の2フレットをこう押さえる。こうですね。こう。で、これで、右手は6弦をピック。で、中指と薬指で3弦、2弦を同時に。こうですね。3つ同時に。ピックとダブル同時に。こう。つったー、つったー。連続でやると、どうすか、つったーになります。どうすか、つったー。はい、OK ですか。で、次が、んてるてるとてる。んてるてるとてるってとこです。んてるて、ここは、前からやったら、この、んてるてるとてるってところはどうやってるかっていうと、左手の小指、小指で2弦の5フレットから、2弦の2フレットに、プリング。で、てる、んてる。で、次が、3弦の4フレットから2フレットに、プリング。薬指と人差し指で。んてるてる、んてるてる。で、次が、4弦の4フレット。んてるてると、んてるてると。で、次が、最後のテールテールとテールの最後は2個同時にやります。左手の人差し指で3弦と2弦の2フレットを押さえて、で右手のダブルでこれ弾いて2つの音をでプリングです。連続でやるとテールテールとテールになります。で次は届いたつったってとこです。届いたつったで、これは、右手で6弦の開放をまずとで、次が、4弦の2フレットから4フレットまでスライド、中指でと届いこれですね、届いたで、次が人差し指で2弦の3フレットを押さえて3弦は開放、それを右手のダブルで弾きます。届いた、届いたつ、またつが入ります。届いたつってさっきの F シャープマイナー7に移動して、届いたつった、またこれです。届いたつった、OK ですか。で、届いたつったの次がつたどいたどです。まず左手はもうブラッシング、ただのブラッシングでつったってやります。つっていうのはまた置くやつ。つったでたっていうのは適当に3弦と2弦をダブルで弾きます。つった。音程はないです。このアタック音。つった。つったやったら、今度は、左手はこの5弦の1フレットぐらいから、この9フレットまで。つったどい、つったどい、つったどいってこう、スライドさせていきます。で、つったどい。この、っていうところがあるんですけど、届いたつったつたどいたっていうところの届いたつったつたどいってここまでスライドして、で
ここの F シャープマイナー7の押さえ方ですね。この B マイナーってあるじゃないですか。B マイナーの小指離した B マイナー7。これを、この人差し指が9フレットに来るまでずらして、ここ。ここですね。で、またダブルで2、3弦を弾く。届いた、つった、つった、どいた。で、ダブルでこう弾きながらも、つった、どいた。ダブルで弾きながら、ピックでも4弦を弾く。こう3つですね。つった、どいってきたら、ピックとダブルで3本。4、3、2弦を弾く。つった、どいた。ってやった後、つった、どいた、どー、どーっていうので、5弦の開放を弾きます。つった、どいた、どー。つった、どいた、どー。届いた、つった、つった、どいた、どー。ですね。で、次は、どいてった。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 っていうのなんですけど、左手は、人差し指で5弦の、あ、6弦の5フレット、人差し指。で、小指で4弦の7フレット。これ、オクターブ奏法ですね。オクターブ奏法、同じ音で、こう、ってやります。で、まず、この5弦。5フレットと7フレット。で、そこから2フレット分スライドします。これで、ドゥイ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 、テ。で、次が、ドゥイ、テ、テ。で、この、5弦の5フレットから7フレットにスライドをすごい早くやります。ドゥイッテッテドゥイッテドゥイッテドゥイッテ、それやったらドゥイッテッタ、もまた戻ります。5弦の5フレット、5弦の5フレットと、3弦の7フレットを押さえているこのオクターブ奏法。また最初からやるとドゥイッテッタドゥイッテッタ。この押さえるときは、人差し指と薬指でもいいし、人差し指と小指でも大丈夫です。ドゥイッテッタ。OK ですか？ドゥイッテッタ。ですね。で、最後が、うまかっちゃんどうってなります。うまかっちゃんどう。うまかっちゃん。うまかっちゃんどう。うまかっちゃんどう。で、これは、左手の薬指で、適当なところからでいいんで、グリッサンドで、5弦の9フレットまでグリッサンド。で、中指で4弦の8フレット。うま、うま、うまかっちゃんどうの、うま。で、うまかっちゃんのかが、うまか。小指で、3弦の9フレットですね。だこういう形になります。こういう。うまか、うまかっちゃん。うまかまでやったら次が、その小指と同じ弦、3弦の7フレットに人差し指を置いて。で、ピックと中指と薬指でこの3つを弾きます。5、4、3弦を。うまかっちゃん。うまかっちゃん。で、最後に、5弦の解放。うまかっちゃんどう。はい、ここまでで半分なんですけど、もうすでに時間なかなか経っちゃったんで、一回区切りたいと思います。じゃあ、ここまでをちょっとおさらいして。ドゥ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 ツで、これを早くやると、になります。よろしくお願いします。後編もまたすぐ載せるんで、ぜひ見てください。チャンネル登録もお願いします。コウジュンでした。失礼します。